医療品分野を強化するコンビニ大手のファミリーマートが業界初のファッションショーを一風変わった形で開催しました。ファミリーマートのさまざまな商品を着用したモデルたちが店舗をイメージしたランウェイを歩いています。モデルの数は70人を超え、老若男女、国籍、職業も様々で多様性を重視したとしています。ファミリーマートは衣料品を強化するため、来月にはジャケットやズボンなどを発売予定で、全身コーディネートが自社製品で可能になります。実用衣料、この靴下だとか下着だとか、そういったものも含めてマーケットは非常に大きなものがありまして、お店の一つの顔としての位置づけというのはこのアパレルにあると思っています。コンビニ各社は近年、弁当や惣菜といった主力商品以外に他社と協業した化粧品や日用品などで差別化を図っています。ファミリーマートはアパレルブランドが好調で、特にソックスはヒット商品になっています。